1年間、コロナ禍の中で、たくさんの、応援、サポート、本当に、ありがとうございました。我々もそうですけど、皆様もとっても望まない結果に終わったことに対しては、本当に申し訳ないと思っております。ただ、このコロナ禍の中で苦しい連戦の中、選手、テクニカルスタッフ、メディカルスタッフ、サポートスタッフ、そしてフロントスタッフの皆さんが、この困難を乗り越えようと必死に前を向いていただきました。それを支えてくださったのは、スポンサーの一人一人、サポーターの一人一人、そして頑張り方ある全ての人が関わって応援してサポートしてくれたおかげだと思っております。本当にありがとうございます。その中で本当に強い笑顔を見せなきゃいけないなと改めて思いました。来シーズンは新体制のスタートになると思いますが、変わらずナンバーを下げればいいと情熱を注いでくだされば、必ず強いナンバーを取り戻せると信じております。来季もたくさんの愛、情熱を選手やスタッフ、クラブに注いでください。クラブの発展は、クラブだけではなく皆様のサポートが必要です。一緒に強い願望を取り戻し、将来、アジア、世界、戦える強いクラブになっていきたいと思います。ぜひ、来年も引き続き皆様の